パーティー。そうですね。だけど安川家は必ず呼ばれる場所。ここが本当に魂の学校だなっていうのをです、ね、本当に私たちの役目をですね、果たしていくためのまた、4日間にしたいと思いますので、今までだと結構感じられなかったことが本当にこう体験としてこう分かるっていうのは、ワークができるっていうことに感謝を申し上げたいと思います。山岳エリアで40人で山登ってるのぐらいです気負わずになんか登っていけたらいいなと思いますし、仲間とこういうところに来れてるっていうのは本当になんかもう奇跡というか、皆さんともになんか一緒に学べることに感謝してます。まずちょっと10分ぐらい時間を取るのでやってみてください。空間が空くんですね。それをビタッとつけた状態がマスクを持ってやってみましょう。相手のそうですね、しょっちゅうやってるから、すっごいしんどい。基本の立前っていうのをやります。境目がない状態でずっと呼吸をする。地球と遊んでるというか、戯れてるというか、すごい気持ちよかったですね。いや、なんか初めて、自然と一体になったっていう感覚で。エネルギーって言ってもらうんですけど、なんかぐわーっとこう、本当に上がってるような。だんだんこう、体が、軽くなるというか、なんか透き通っていくような。日本復興ができましたって言った瞬間の、なんていうかな、風の感じとか、みんなで輪っかになって、で風がふっと吹くっていうのは、なんとも言えない心地よさというか、明日すごい雨と嵐なんですけど、なんか今、ワクワクしてて、嵐の中をこう飛んでいく、その本当に爽快感とか、みんなに感じられたらいいなというふうに思ってます。皆さんでこう力を携えて、一人一人自立した仲間がこれから乗り越えていくっていうことを決意とともに乾杯。明日また奇跡の次元上昇の旅をみんなでさせていただきたいと思います。それではご準備させていただきます。いきます、よーお。頑張ります。頑やすいというか。イエーイ。頑張ります。明日頑張ります。おお、消えた。あと半分。おお、消える。すごい。お、下からかけてる。下からかけてる、ね、うん。25年前の人とこれから25年後の人の思いをこう月を見ながらさせてもらえるといいんじゃないか。頑張ります。今の時刻4時、盛り上がっていきましょう。楽しみです。いや楽しみですね。行ってきます。イエーイ、イエーイ、硫黄岳行くぞー。イエーイ、今回イケメンを揃えました。おー、バンバンです。バンバン、イエーイ。ということで3人で頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
登山口についてないのにバームクーヘンいいでしょ、楽々頑張ります。まだ登山口ですが、まあ、これから頑張ります。まだまだ行きます。すごい楽しい、はい、全部、はい、一緒にしてください。はい、お願いします。いいですよ、なんか雨の音ここからです、まだまだいけます、頑張ります。美味しいです、エネルギー補給です。やっぱ山で食べる飯は違うなと思いますよね。これも食べよう、弁当満足だ。風呂上がり、風呂上がり。美味しいですか？美味しいですね。いやー、空気うまいですね。いや、全然問題ありませんでしたみたいな。ここでちょっと私がここの間に入って、はい、いやー、もう2400ぐらいですからね。イエーイ、いやー、いやー、楽しい。イエーイ、もうちょっとね、あと少しですね。頑張ります。あとちょっとです。頑張ります。雨も気持ちよくて、みんなと思って、なんか全然疲れなくて、ただもうちょっとなので頑張ります。あとちょっと、頑張ります。行くぞ。イエーイ。最後まで。強い。まだまだやります。頑張ります。いいですね、戦ってますね。さすがに空気も薄くなってきてしんどくなってきましたが、ここはみんなで頑張って登っていきたいと思います。頑張りましょう。はい、やりきりました。行こう。はい、登場。イエス、頑張れ。わ
最高ですね。いやすごい、雨だったんですけど、みんな楽しく声かけ合いながら助け合いながら登頂することができて本当に良かったです。こんな天気だからこそなんかこう見えてきたものと達成感が溢れております。楽しかった。いや今年本当になんかこう一番なんかいい山登りだったなというふうに思います。こんなすごい風の中登山できたこと最高です。いや非常に楽しく雨の中みんなと登れてよかったです。これが一つみんなで強くなっていけたんじゃないかなと思います。普通に考えたらこんな風の強いところになんでいるんだって思うかもしれないですけど、本当にそれをもこうなんか学びに変えられる本当に貴重な時間でした。いいペースで歩けて最高でした。登りました。大地のエネルギーを感じることができました。はい、登った後すごい空気感も変わってみんなでその空気を吸って、素敵なワークもできて本当に気持ちいい一日でした。最初ちょっと登れるか不安もありましたが、やっぱいけるもんですね。都会のどんな商業施設で遊ぶよりも、大自然の中でのね学び楽しいなと思いました。途中すごいきつかったですけど、最後一緒にまたみんなと登れて、やれてワークもやれて、非常に良かったです。硫黄岳最後登ってったのはすごかったですよね。本当にみんなで絶対たどり着くんだみたいな感じじゃないですか。これでなんか日本復興を果たすんだみたいなですね、本当にやっぱりその思いがですね最後一気になんか集結したような感じがしますね。やっぱりこう今の時代にあったこのタイミングにここでまたこういった学びがあったのがすごいありがたいなっていうふうに改めて感じました。体調が悪くなっちゃったので途中で、ただなんかこう気づいた時に4人がいてくれたりとか、スタッフの方にいてくださったりとかっていうのが、あ、こういうことがヒーローなんだなっていうのと、こうやって皆さんと本当にご一緒できる時間が本当にありがたいと思っております。あっちゃんがもうしんどいのに荷物も持つって言ったんですよ。自分で頑張って持つっていうやっぱりヒーローやなって、仲間のこの高さで後押しで私も一生懸命登ることができました。自然の中になんか一体になれたようなそんな感覚で、この瞬間ブッと風が強風がバッと吹いて、なんか地球とか空が上昇を応援してくれるような感じがなんかイメージできたんで、本当僕も 2000m 以上とかの山っていうのは今回初めてで、世界観が変わるというか、なんかいつもやっぱりその森の中を歩いてるので、なんか本当違う感覚になりまして、いろんなものの垣根を越えて私たちの志、日本を復興する、日本を元気にしていくっていうことに対して、あ、こうやって一歩ずつみんなで力を合わせて山頂に行ってからはその森の中を歩いてた私とは全く違う、もうエネルギー満タンの最高の景色の中で来られたので、すごく嬉しかったです。しっかりとみんなで力を合わせて下に降りていくところまでね、しっかりやっていきたいなというふうに思います。でこの後はですね、お待ちかねの劇団ヤマト、よーし、来た。ヤマト赤城がゆえにたとからず、気あるがゆえにやばドクター高橋です。日本人の昔の考え方を大切にするお勉強です。山高きがゆえに
キンコンカンコン。おい、ちょっと言ってみろ。いやだ、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 言ってみろ。気をつけてね、座布団に。僕の大事な弟が病気になってしまって、絶対に任せてやるからな。ミコさん。ちょっとつけてみよう、テレビ。よいしょ、はい。石井先生、大丈夫？本当にこう、俺ってすごいなって本当に思うんですよね。なんか、変な感じになってるめでたし、めでたし劇団ヤマトが立ち上がるってのはやっぱり本当すごいなって日本のコーナー成し遂げましたってことですかね。その思いがこの全員でできるっていうことがですね、あのヒーローズのチームは半端なくあのすごいことができるんだなと実感した。その私たちだけではなく、その次の世代にしっかりこう残していくというか、ただただ伝えるだけじゃなくて楽しさが広がっていくなということと、演劇って本当すごいですね、力あるなと思いました。やっぱりアウトプットをするってことが、まあ、次のやっぱヒーローということの役割だと思うので、この信頼関係と仲間の力と絆がこうやってたった40分の間でもこんな素晴らしいメタファーが5つできて、自分たちがやりたいことをやるんじゃなくて子供たちにどう伝わるかだけをこう一生懸命考えてこうみんなでやるっていうのがすごい素晴らしいなと思いました。聞いてくれた子供たちが何かきっかけになったり気づきになったり、まあ、次の行動が一歩が何か変わるものになったりとか、いろんな人の思いのつながりでやっぱりどっかで日本を良くしていきたいとか変えていきたいっていう方々がこうやってご縁がつながっていって実現していく、私たちが50年後とか100年後本当にどういう日本にしていきたいかっていう、本当にみんなでわっはっはって言われながら振動数が上がるようなものをみんなでやっていけたらいいなというふうに思いました。今日はありがとうございました。楽しく笑顔で皆さん元気に食事の時間としていきたいと思います。乾杯。みんなでよく頑張ったね。ね。ね。はい。ありがとうございます。無事全員登頂できてます。うまい。やっぱり山登った後の一杯は違うな。ありがとうございました。今日はゆっくり休んでいただいてお酒は飲みすぎないようにして、はい、私が一番気をつけますけど、はい、はい、では一本締めに参りたいと思います。それではよーっ、ありがとうございました。よかったです。違いましたね。
ありがとうございます。マジでこれ一応予定通り8時にここを出発したいと思います。じゃあ今日も一日よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。はい、どの方いらっしゃいますか。はいはい、僕の調子は完璧です。昨日ももう完璧にこのコンディションで寝れましたので大変楽しみにしています。頑張ります。3回から手を置かなくても、あ、ほんとだ、緩まない。写真撮ってる。皆様に本当にお世話になりました。いや、感動しました。本当にありがとうございます。晴れてるんで、せっかくなのでガイドの方から歩き方とかを、体を A の形にすると重たい荷物でもあんまりこっちにこうブレーンに、このままの状態で下ろしたりやるときついな。出発します。はい、天気最高。おはようございます。改めて感じられたので、仕事においてもやっぱりみんなに感謝しながら一緒にチーム力を高めて楽しんで仕事ができたらいいなと思ってます。
山の上ではこう下から吹き上げるようなあの風が吹いてきて、あこういう地球の中で私たちは生かされているんだなということをすごくあの体験させていただいたこの2日間でした。イエーイ、最高です。自分のその考え方のシフトっていうか、そういう次元上昇をなんかすごく感じました。なんか目標みんなで持ってこう歩幅を合わせてあの一歩一歩こう進んでいくと、社会でも今のこの時に必要なことっていうのをチームでやり遂げられるような、そういう感覚を得ました。そうですね、皆さんに助けてもらってあの下山できたんで、まあ、登ってよかったかなと思ってます。今日は天国です。はい、ありがとうございます。最高の稜線でした。うわみんな最高だよ、本当最高でした。ありがとうございました。ワン、ツー、イー、ヤー、サすごい悪い天気もあっていい天気もあってっていうことの中で、まあ、最後今度頂上登ってから太鼓演奏って行かれてますよね。最高だなと思います。ありがとうございます。みんなで本当にこう大自然の中で和太鼓演奏大開催をさせていただいて、あの大地のエネルギーをいただきながら、楽しくさせていただきました。とても良かったと思います。イエーイ、頂上でダンス楽しかったです。はい、楽しみのお昼ご飯もりもり食べます。降りてきました赤岳高専です。今からお弁当です。最高でした。赤岳高専戻りてきました。高専といえばこのボツニスね、最高ですね。イエーイ、僕はしてないよ。なんか帰りは結構楽な感じでここまで降りてこれたんで、なんかあっという間でしたね。皆さんから元気とか勇気とかパワーいただいて、その一歩一歩が一人のためだけではなくてみんなのためにみたいな形で歩めたので、ものすごい楽しく登ることができました。感謝です。頭注意です。こう仲間と一緒に登るってことに対してこうどういう気持ちで登っていくかってことが本当に大事だってことを感じたので、あの学んだことをあのこうつなげていきたいと思います。あともう少しのところまで来たので残り頑張ります。あとちょっとで下山です。バーベキュー最高です。ザッス。じゃあ天気が良くていいですね。最高です。降りてきました。めっちゃ楽しい2日間でした。下りも楽しいです。頑張ります。足首をこう外に落とすので体重をちょっと軽くかけてくる。関節開く。残した。これであと2時間大丈夫です。はい、じゃあ行きましょう。
まあ、なんかこう人が本当にこう結束していくっていうこの2日間だったなというふうに思います。ここからもう本当にもっと加速してですね、みんなでやっていきたいなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。すごいお天気が、大変な中、皆さんが一つもこうなんていうんでしょうね、沈んだことを言わずに登っていかれる姿にすごく感動しました。ありがとうございました。いや2日間ですね、本当に全員がなんか次元上昇したっていうか、自分を超えてったっていう、なんかそんな時間だったような気がします。大輝からエネルギーがすごい上がってくる。自分の仕事を誇りを持って、そのいろんな人になんか喜びとか感動を与えられるように、本当に多くの皆さんのサポートのおかげで無事登頂できて、本当に楽しい登山となりました。最後の稜線に出たところからテンションが爆上がりしましてめちゃくちゃいろんなことが楽しくて、なんだこの世界はと、いろんな人がいることによってみんなが一気にスピード感上がるような感じがしました。毎回毎回新しい発見があって、何かこう皆さんとこの場でいられるってことが意味があるんだなっていうことをすごく勉強させてもらえて、頂上であの雨の中、風も強い中、自分の中で突き抜けた感覚っていうのが今この体の中にあって、過去の方の思いだったりとか、あとは未来の日本がすごく、喜びあふれる国であるために、みんなのパワーが、ここだけじゃなくてもっともっとやっぱり広げていけるかなっていう、今このタイミングで本当に来させてもらったのが本当に今が変だなと思いまして、素晴らしいです。見てる景色が見れたというこの奇跡もすごいな。繰り返しされてきた命を本当この時代の転換期に、私たちはつないでいく役割がきっとあるんだなと思って、皆さんからももらってばっかりという気持ちもやっぱあるので、少しずつでも何かお返しができるようになれたら、本当に自分の中でも最高の体験なので、今後のなんか人生にも絶対 役に立つ。100年、500年、1000年先の日本人を考えたときに、どんな世界を私たちが想像して、それに向けて、今日も一歩、明日も一歩、本当にこの瞬間から日本を元気に変えていきたい、そんな気持ちにいっぱいになりました。いや、ヒーローズと、いや、ワールドビューは本当にすごいなと、なんか本当に自分を超えていくんだなって、私もみんなも一人一人が本当に自分のためにじゃなくて、本当に日本の復興のために、これから出会う全ての人たちのためにも、私たちがやることがここにあるんだなってことを改めて感じました。ヤマトプロジェクトってもしかしたらプレッシャーも大変大きいことなのかもしれないけど、なんかこう軽くやりましょうよ。だって毎日楽しいじゃないですか。俺いいこと言いますよね今まででさ、いっぱい努力したらその分やらないともったいない、せっかくここまで作ったのやらないともったいないと思って無理やりやってたことを、本当捨てるというか、ゼロから1を始める人たちってみんなその怖さと責任感となんか使命感みたいなものがあって起こしていくんだなっていう、まあ、恵子ちゃん、恵子ちゃんに頼りっぱなしで良くないなと、いつしかそこに変われる存在になって、なんか次の世代になんか復興っていうと何かが違ってるから僕らがこうなんか全力をかけてやらなきゃいけないみたいな、すごいイメージがあったんですね。なんか頑張んなきゃいけないもので、全然そんなことなくて、もう完全に素晴らしい。古来からですね、円卓を囲むということはとても意味の
あることなんですね。でいっぱいこうやって語り合うこと、そしてですね、どこでもそうなんですけど、やっぱり真ん中に火があって、そして必ずやることはこれからやることですよね。必ず日本でもそうですけど、お祭りで宴があるってことがすごい大事なので、この後の時間ですね、みんなで火を囲んで宴をやって、後半戦に向かってしっかり進んでいきましょう。本当にありがとうございます。素晴らしい日本をですね、本当にみんなの力で復興していく、元気にしていくってことを一緒にやっていきましょう。で、乾杯。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よく元気にしまーす。うんめぇ。イエーイ。練習してる。最高です。この仲間、最高です。お疲れ様です。最高です。最高。じゃあ最後に壁。どう思ってるんですか。やったー、やったー。ゆうきちゃん、ゆうきちゃん、いいはい、ぜひまた私たち、ぜひ宣言していただきたいと思いますので、はい、ありがとうございました。